ごきげんよう、オリピです。皆さん植物をめでてますか？今日の動画はこちら、すだちの収穫とこれしないと来年実がなりませんの動画です。すだちを育てている方、すだちを収穫したけどその後の作業がわからない方、すだちを来年もたくさんならせたい方、そんな方はね、ぜひ最後までご覧ください。オリピーのすだちになります。今年もすだちいっぱいなってくれました。もう20個ぐらい収穫してるかな。今日もね、5、6個収穫しました。お昼にすだちうどん作って、その後ね、すだちスカッシュ作りました。それでもね、まだこれね、結構ね、実がついてくれてます。じゃあね、まずすだち収穫していきます。じゃあこちら、これはね、今日のね、夜使おうかなと思ってます。いいね、サイズもいいですね。じゃあ切りますね。収穫、まずね、これ1個目収穫しました。ちょっとね、葉っぱがついてますね。ちょっと可愛い感じで、いいサイズですね。じゃあね、もう1個ね、収穫していきます。今度ね、こっちですね、右側、これね、この手前のこのすだちを収穫します。こっちも奥もね、ついてるんですけど、収穫するのはこのね、手前の方ですね。奥にしようかな、やっぱりこっちにしようかな。奥のがなんかちょっと大きそうなので、このね、奥の方を収穫します。これですね、色も結構ね、緑がね、こう濃い色で美味しそうですね。香りもいいです。はい、じゃあ収穫しました。オリピーのね、持ってるすだち、収穫したんですけど、どれぐらいのね、大きさかっていうのをちょっとね、今からね、測りたいと思います。はい、これ2つ収穫しました。結構ね、まあまあなサイズだと思います。あとね、これヘタがちょっと出てると、他のすだちをね、傷つけてしまうことがあるので、これね、カットしておいてください。そうですね、こうすると他のすだちを傷つけることがないので、根元までね、カットしておくといいですね。じゃあ大きさ測りますよ。これ測るのね、どうやって測るかっていうと、皆さんもちょっとね、分かりやすいように、まずこれ500円玉。これね、誰でも持ってますよね。持ってないという方はまずいないと思うので、これがね、25ミリあります。これより大きいかどうか、はい、25ミリより大きいです。このね、500円玉よりね、大きいですね。オリピーのすだち、すだちで人気の大きさは35ミリぐらいを超えるのがね、人気です。じゃあこれいきますよ。今度デンタ使うとこはここ、キャップです。このキャップの直径がね、34ミリになるので、これよりね、大きいと人気の大きさになります。ほら、どう、ちょっと大きいですよね。オリピーのすだち、なんか農家さんではね、これをね、 2L って言うらしいですね。この 2L の大きさ、ちょうどね、これが 2L の大きさですね。もう一個あるので、これもちょっと測ってみますね。これ、はい、これも 2L 以上ありますね。 2L とも言います。 2L だんだんとちょっと趣旨が違ってきてますけど、両方とね、これ 2L ありましたね。他にもね、オリピーのこの収穫、ちょっとね、小さめ収穫してみましょうか。これがどれぐらいの大きさか、ちょっと収穫しますよ。じゃあまずね、これ500円玉からいきましょうか。500円玉よりはちょっと大きいかなぐらいですね。
500円玉、まあ、そうですよね、こんな感じで重ねると500円玉よりは大きいですね。そうだけど、はい、デンタ、はい、この使うとこキャップ、ちょっとね小さいですよね、これデンタのキャップより少し向こうのデンタのキャップが見えるので33とか32ミリぐらいかなってとこですね。このね小さいサイズのすだちはサイズはね L になります。35ミリを超えるとだいたいね 2L です。40ミリをね超えるとねだいたいね 3L っていうそうですね。まあ、このね 2L が一番人気なのでこれぐらいの大きさで収穫してもらうといいと思います。他にもねまだねオリピすだち残ってますので、一応ね収穫は10月いっぱいぐらいまでにね全部収穫してもらうといいと思います。じゃあ収穫したらこれお礼声をね必ずやってください。それではね実演行ってみましょう。お礼声で使う肥料はねこちら化学肥料を使ってください。化学肥料はね撒くとお水をやったり雨が降ると溶け出してすぐ効いてくれます。今日は10月の上旬になるんですけど、もうね11月の中旬ぐらいからすだちさんはですねもうお休みに入ります。休眠期間に入るのですぐ効く肥料を与えてください。この化学肥料はだいたいまあ1ヶ月ぐらいで切れるので、まあ、ちょうどいいですね。11月中旬ぐらいで切れてくれると思います。あとねもしくはねあげるとしたらねこちらの肥料、はい、液肥です。こちら花工場液肥ならねもう何でもいいです。あの持ってる液肥をあげてください。液肥はあの規定量前あの上げていただければいいです。まあ、これ上げたらねすぐ効いても終わりですので、またね2週間後ぐらいにもし余裕のある方はもう一回上げてもらうといいかなと思います。はい、たっぷり上げてください。あとはすだちのね葉っぱの管理ですね。ここにね1個新しい芽が出てきてます。秋芽ですかね。すだちとかあの柑橘類は春芽にねいい実をつけるので、夏芽とかね秋芽はね全部ね取ってあげてください。ここもねなんかちょっとね綺麗で新しい葉っぱなので、夏芽か秋芽で夏芽かな、こういうのもねもう全部取ってあげて大丈夫です。まあ、せっかくなのでね、はい、これもカットしました。もしね、出てきたら全部摘んであげてください。春芽にいい実がつきます。あとこういうちょっとね、クモの巣というか、なんか虫のついた後の葉っぱがあったら、こういうのも全部ね、取ってあげてください。あと、まあ、黄色くなっている葉っぱとか、まあ、そういった葉っぱがもしあれば、こう全部取ってあげるといいですね。若干ね傷んでる葉っぱもね結構リピのこのすだちあるんですけど、しっかりと実をつけてくれるのでそこまで神経質にならなくていいと思います。結構ね葉っぱの色も濃くていい状態ですね。はい、ちょっとね葉っぱのね先が黄色いのがあるので、こういうのもまあ取ってあげても大丈夫だと思います。葉っぱをねまあだいたいこう一通り見て、まあ、ちょっと気になるなーっていう葉っぱだけでいいと思います。オリピも今取った葉っぱがまあ10枚ぐらいですかね。まあ、そこまで取らなくてもいいかなと思ってます。はい、じゃあこれでねだいたい作業完成になります。あ、そういえばねこのね左側の鉢ちょっとね映ってるんですけど、これフィンガーライムこれね風でね倒れて鉢がね割れてそのままにしといたらちょっとね芽が枯れてきてしまいました。ほらもう茶色い葉っぱがいっぱい。
もう枝がね、枝先がね枯れてます。なんとか全体的にはいいと思うんですけど、これ剪定をねちょっとしたいんですけど、ちょっとね動画に出そうかちょっと迷ってて、ほったらかしになってます。4月もね植え替えの動画作ったんですけどね、アップしてないです。編集ちょっとしてないのでアップしてないですね。それもね一緒に出そうかなと思ってて、まあ、ちょっとね先だけこれ切っちゃいますね、枝先だけ。はい、まあこれはこれでいいんですけど、じゃあまたちょっとライムに、ライムじゃないわ、あのすだちに戻ります。はい、柑橘類の中ではねすだちとてもおすすめです。やはりね料理にね使えるってとこがいいですし、収穫期間も長いです。今年ねあのカジキと野菜をちょっと蒸し焼きにして、最後ねできたところにすだちをこうギュッとこう絞って食べたんですね。すごい美味しかった。あとね鶏肉を焼いて、あちょっとまたその前にねこれすだち気になっている方も多いですけど、ここ直角もう一回直角すだちの直角のとこですね、これ切らなかったんですけど、ここ5、6個ねすだちできました。ほんと切らなくて正解でした。今もねあとね2個残ってますかね。これもまたねすぐ収穫して使いたいと思います。できるだけね早めに収穫して、お礼声はねもう今からやった方がいいかなと思います。すだちがねあってもお礼声あげてください。鶏肉をね塩コショウで炒めて、あとねローズマリーも一緒に入れてね炒めたんですね。で最後にねすだちかけたらね結構ね美味しかったんですけど、ローズマリーの香りがなくなってましたまたねこれねちょっとね考えてちょっと改良して作りたいと思います。じゃあまたね今回の動画すだちですね、良かったかなと思った方グッドボタン、チャンネル登録もねお願いします。オリピーでした。